寒いですね今日もね。もうマイナス1度です今日。で、今日はね古城池という場所にやってきました。古城池トンネルの目の前にあるドライブイン古城、以前もね撮影しました。年末大晦日にね最後の、締めそばみたいな感じで年越しそばを撮影したんですけども、今回はねなんとねコロッケそばが入荷されたということで皆さんにお見せしようかなと思います。コロッケそばですよ。今もずっと置いてるそばじゃないんですよ。定期的にごくまれにこのコロッケそばが補充されているということで、ちょっと皆さんにご紹介できたらなということでやってきました。本当にお目にかかれないコロッケそば、ちょっと入っていきましょう。というわけでね、こちらコロッケそばがねあります。もうなかなかねお目にかかれなかったんですけど、ついに行きました。じゃあコロッケそば、はい、というわけでね、ちょっとコロッケそばこういう感じでございます。もう非常にねシンプルな、おそばの上にコロッケが乗ってます。問題はね中身かなと思います。ちょっと崩していきましょう。よっしょ。おお、なるほど。非常にシンプルなコロッケ。早速いただきます。まずコロッケからいただきます。あ、もうね普通のコロッケですね。甘みがあって、まだそれに塩辛いというか、おつゆがちょうど合います。うん。うん。中のね、じゃがいもまでお汁が到達してるわけじゃなくて、衣のところまで到達してるんで、ちょうどなんかバランスがいいです。あと
崩れないですね。よし、ごちそうさまでした。よし、帰りましょう。あと、というわけでね、ご視聴ありがとうございました。なかなかね、お目にかかれないコロッケそばでございました。まあ、うまいかまずいかというと、まあ、うまいに入る部類で、なんか、なんだろうな、結構ね、コロッケの甘さと、甘さというか、コロッケの感じと、おつゆがね、ちょうどバランスがいい感じでございました。いつ、このコロッケそばがいただけるのかちょっと不明ですけど、運が良ければという、ことで、皆さんもまたタイミングがあったらちょいちょい行ってみてください。というわけでありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。